おはようございます。福山の朝です。ちょっと朝早く起きて福山城の方を、ね、散歩したいと思います。もう駅の、ね、すぐ真隣が福山城ということで、もういきなりお城があるんだね。石垣が立派です。おお、こっから入りそうだ。じゃあ、参りました。福山城です。このお城も世界大戦中に燃えてしまって、で昭和40何年ぐらいに再建されたってことですけど、博物館がなんか工事中ってことで、このついたてがちょっと残念です。体操やってますね。終わったようです。向こうの方にすごい教会みたいのがあります。ヨーロッパみたいな、何なんですかねこれ。ホーリージオン、ザイオンパーク、なんかすごいね。何ですかこれ、ディズニーランドですか。教会ということで、なんか結婚式場もあるみたいですね。チェックアウトでお願いします。おはす。今日はですね、レンタカーを借りまして、メイさんとね、現地集合してるんで、福山駅でピックアップしてから、山陰の方に向かいたいと思います。島根県ですね。ありました、ガッツレンタカー福山店。こちらで車を借ります。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。はい。あ、はい、どうも。はい、どうも、来てる気があるので。あ、はい、はい、全然。事故とか、福山から傷だけ気をつけてください。そうですね、はい。了解です。古めかしい車ですね。怪しい人が来ました。はい、かわいい松田のキャロルさんです。いざ山陰へ。福山から松江に、広島から島根に。キーレスじゃないんですね、これ。はい、島根県の雲南市です。おお、野菜がいっぱい。いなり寿司、焼きサババラ寿司と、あ、うん、これにしようかな、これ。なんだそりゃ。これ塩気になるね。田舎に来ました。わあ、いいね。里山だな。そうだね。これ登る感じだね。平日は人がいなくていいな。どこでしょうここは。いいじゃないか。なんかここでお茶でも飲みながらって感じ。真っ赤、あ、ここかな。上に行くにはまた山歩きになるとは。お、ちゃんとテーブルがあるよ。もうちょっと行けるのかな。あ、これが六角堂だ。うわー、これはすごい。さらに登る感じで、ここが頂上かな。もうちょっとだ。おお、いいんじゃないでしょう。頂上いまいちだね。こっちは茶室じゃないこれ。あ、でも今はもう疲れてないね。何年か前までは多分人がいてさ、管理してたんだろうね。ご飯食べよう。うん、これを8つ、焼きサババラ寿司と
お寿司屋さんなのかね。いなり寿司。腹がグーグーになります。そうだ、落ち葉でもここに一つ刺したらもうそれで。デコレーションになるね。落ち葉を添えて。いただきます。いただきます。うん、美味しくないリアクションにも見えるよ。うまい。もみじ狩りだね。本当だよ。ETC カードが挿入されました。キャロルさんいい声してるね。ETC さんがいい声してるね。キャロルさん関係ない。キャロルさんの声じゃない。では行きましょう。入業来ましたけど、直売所がお休みでした。神奈川から来たんですが、ひくひく、まあ仕方ないです、うん、ほっ、うん、ほっ、あ、すげえなこれ、駅の真ん前なんだ。本当だ、最高だ、そうだね、キスキ駅でキスキプリンを食べるか。ミルクプリン対決です。これは一度も食べたことがない。いい天気でキスキ駅の前でね、ミルクプリンです。お、プリンプリンです。あ、滑らか、うまい。また見知らぬ土地に来ましたね。あ、なんとか電車か。だよね。あ、車も飛んだ。おお。揺れますがな。あ、松江だけに松がいっぱいだね。え、あの子、一番奥まで行っちゃった。流されるままに松江城です。もういくつも見て、あ、でもここは本当古めかしい感じで味わい深いですね。城好きな人が城巡りをしてるみたいな毎日ですけど、松江城趣があっていいですね。なんかだんだん面白くなってきた、城巡りが。短い滞在でしたね。お城だけ見て。かっこいいお城でしたね。うん、ちょっとした散歩になった。うわ、お、ここいいね。柵がない。うん、新宿港出雲方面に向かう途中にね、秋霞渚公園というところがありまして、おー、夕日が綺麗だわ。ちょっとこのいい時間だったんでね、立ち寄ってみました。へえ、上はレストランになってるんだね。ハロー。わー、穏やか。